あ、そう、あ、こう来るの。うん、まっ、うん、うまっ。やべ、始まってる。タイトルコールから行くよ。松倉正也と松野弥生のオンライン松野弥生。いやいや、ちょっとさ、今日あの初の試みで、あのハッシュタグみきみこの方もね、ちょっとつぶやこうと思ったら、もうすごいことになってますよ。すごいことになってるんですかね。あ、ごめんごめん、自己紹介もさせないでもじゃあとりあえずご覧の皆さんも一緒に改めてちょっと乾杯しましょうよ。はい、それではいくよ、せーの、乾杯。乾杯。乾杯。いいっすね、オンラインだからね。うん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 、これめっちゃ美味しいけど、めっちゃ美味しいけど、この話は後ですよね。ようこそ、沢の浴の松風雅也です。この番組ではご存知、みきのみこと日本酒の、ね、擬人化プロジェクトということで、日本酒の素晴らしさ、文化、楽しさ、全部ひっくるめてお届けしたいと思ってますよ。作中に、できてます松代庵というところをですね、実際にオンラインで作ってみんなで楽しんでいこうというふうに思ってますけれども、今日もね、もうすでにね、そらさんとかね、まほさんとかね、しゅうもね、集まってくれてますし、こっちあれだ、俺まだコメント出すの忘れてた、あの飲んでた、そうだ、こちらの方もですね、みんな一緒にね、楽しんでいきたいと思います。それでは今日番組をお手伝いしてくれる松代庵メンバー、改めてご紹介しましょう。はい、どうも、松野弥生のウグイス色担当、クーことクストシキです。皆さんどうも、毎度お気に、どうも、関西弁は今日はちょっと控えめでいこうかな思ってます。そうなの、いつも個人配信では、うん、関西弁オンリーで、クーそっちなんだ、どこなん、ちなみにどこなん、大阪。あ、じゃあもう、もうガリッゴリゴリの大阪です。いやいや、行こうよ、大阪出していこうよ。いやー、雰囲気変わるからいいよ。ですか、うん、好きあらばずっと出してて。あー、じゃあもう好きあら好きあらばとか言いつつ、もう初っ端から出してもうたんで。じゃあ今後もふんだんに出して。それじゃあ新地はどこなのか気になるこの子は、はい、みきのみこと松野弥生の栗色担当、天ヶ瀬一馬ガッチャンじゃなかった、ダンディ小金天ヶ瀬一馬、遠近両用。いいね、出身地無視したね。完全にお前のやりたいことを、はい、ガッチャン噂は聞いてますよ。やりたい放題でした、ね、はい、やりたい放題の噂聞いてます。早速ですけれども、2人からね、最初にお伝えすべきことをお願いします。はい、この番組は超 A&G プラス、そして YouTube での同時配信を各週で行っております。 YouTube でみきのみことと検索してください。公式 Twitter からも飛べます。 YouTube 版の方はですね、30分の生放送の後、アフタートークもあります。はい、そして生放送らしく、放送中もメッセージを募集しています。感想、質問、この飲み方私だけ、などなど受け付けております。はい、そしてツイッターのハッシュタグなんですけれども、ハッシュタグみきみこ、みきみこはすべてひらがなでよろしくお願いします。皆さんのツイッターもね、先ほど松川さんも、おっしゃっていたんですけれども、見てるよ見てるよ、どんどん、つぶやいてください、つぶやいちゃってください。皆さん見られてます。見られてます。はい、それでは今夜も始まってますよ、一緒に楽しみましょう。はい、松川さんと松の弥生オンライン松やんばい、みきのみこと、せーの、スタートでーす。朝から開店準備、掃除仕込みも急がなきゃ、式のみんなの式頭、縁の下松野弥生。はい、改めまして、松風雅也と松野弥生、ウグイス色担当、クーことクストシキと、松野弥生、栗色担当の天ヶ瀬一馬ではなく、ダンディ小金天ヶ瀬一馬、遠近両用。いいね、結構ガッチャン、YouTube コメント上では喜ばれてるんだね。ごめんごめん、ガッチャン、やった、ダンディ黄金、何、ダンディ黄金って何。はい、小金なんですよ。あ、小金なんや。何、どこら辺、お前のどこら辺が小金なの。最近ちょっと小金持ちになったっていう話をしたら、小金っていう二つ名をこの隣にいる男につけられまして。はい、そうなんです。はい、そうなんだ。この挨拶になったのは、いいね、小金持ちのダンディってなんかいいね。そこら辺のエピソードも今日聞けるのかな。何をして小金を持ったのかな。そんなちょっと、ちょっとそういう、そこの辺はちょっと、ツイッターとか YouTube 見ててガッチャの秘密知ってる人はどんどんチクってくる。
さあそれでは改めて乾杯しちゃいましょう。未成年の方はねもちろんお水だったりノンアルコールのジュースで気持ちだけでもねつながりたいと思いますよ、はい、他の方はぜひですね今日はねツイッター上にもねあれなんですよ同じお酒を用意してくれてる方がおー、マホさんとかねピカリンとかねソラさんとかありがとうございますけれども行きましょう。それでは改めて本日の生配信生放送を祝して乾杯乾杯乾杯。これ美味しいなと思ったら俺のおちょこ沢の井ねえ味が引き立ちますけれども、でもこれ本当に今日のちょっと今日のお酒すごい気になる。何なんだろう、すごくすごく飲みやすいけどすごく旨味がある。私は何から飲んだんだろうか、紹介してもいいですか。じゃあはい、はい、三木の御事の三家酒造南郷の矢沢酒造店様から白孔雀をご協賛いただきました。白孔雀、白孔雀、白孔雀 BY2020 は今期仕込んだ純米大吟醸酒、兵庫県産の山田錦を 40% まで磨き、福島県の酵母を2種類バランスよく使って目標とする味と香りを実現。ほんのりと甘く、それでいて極めて透明感のある味わいで、鼻甲には程よいフルーティーな香り、吟醸感が楽しめます。ちょっとラベルがおしゃれで美しすぎてね、美しいんですよ、これ気にないですよね、カメラさんね、立つとない、本当に。おあ、見えますね見えますね、美味しいよ。透かし彫り、このラベルがですね透かし彫りになってて、光に当たるとね、この白いクジャクが現れるっていう。そうなのよ、そうなんですよ、見えるかな、ごめんなさいね、動かしますね。え、いるかな、透かし彫りだ、こっちから行くと光抜けるってことでしょ、だから白に白なんだよね、こうプレスとか透かしとかでやってるの、すごい、いいね、綺麗。いや味もさ、そういう方向だよね、はい、そういう方向なんです、すごい、はい、水ストレートに美味しいやつ、はい、純米大吟醸じゃん、そうなんですよ、このお酒、ここじゃん、そうなんですよ絶対のやつやん、絶対美味しいやつです、それは。だってあれなんですもん、本年の福島県の春季鑑評会では金賞を受賞、間違いない、南部当時事情鑑評会では入賞酒に選ばれました、はまらん、そして全国新酒鑑評会の出品酒でもあるんですよ。あ、これ約束されたね、もう、ね、もうもう俺ら味言わなくていいねその肩書きをいただいちゃったらもう間違いないやつやん、間違いない、もう間違いない、本当に美味しいこれ、すごいわ、だって福島なんてさ激戦でしょ、激戦も激戦、ね、東北激戦の上に、はい、さらにそこで賞を取ってるってことはね、はい、いやいやもうやりきったっつって飲み始めたら食うすいませんそしてそして今日ももちろんね、みぎみこといえば贅沢に美味しい日本酒揃ってますから、はい、本来松屋何があるんでしょうか、はい、こちらか、もう一つですね、続いて、みぎのみことの三家酒造南郷の矢沢酒造店様からこんるりブルーベリー甘酒をご協賛いただきました。どうどうどう、ブルーベリー甘酒、この根類はほらもう、もうぐすんごい、ぐグロ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 してる、ガッちゃんのいい感じ酒蔵のある、地元福島県山釣町で作っている手摘みのブルーベリーと、日本酒を作る際に使う米麹だけを使って作ったコラボ、町とのコラボをしているノンアルコールのブルーベリー甘酒なんですよね。ノンアルコール、ノンアルコール、ノンアルコールなんです。なので飲めない方、お年寄り、お子様などもね、あの美味しく飲んでいただけるものとなっております。これさ、これガチャンやる派やんない派、あ、これ人によるんだよね。うちのね、あの福島の親戚のてっちゃんはね、これ1回だけこうやってやるタイプなんですよ。あ、でもね、1回目はそうなんだけど、あとはね、上澄みだけを飲んでいくとか、結構ね、人の好みが出るですよ。1回だけやっちゃったけど、あ、めぐみなんとか言ってないの、あ、もうあります、大丈夫です、はい、あ、すげえ、1人1瓶、そんな贅沢な、美味しくいただきます。いただきまーす、いただきまーす、いただきまーす、おっしゃってました、ノンアルコールのブルーベリー甘酒です。トップトップ入ってくるね、うん、うめえなこれうめえな、うわうわ、俺はみんなが好きだな、うわ、デザートですね、おいしい、デザート、え、これノンアルコールなんだ、ノンアルコールなんですよ、甘酒だからあれだ、パーセンテージが超低いってことね、ゼロじゃ、本当の 0.0 じゃないってこと、なんか未満って書いてあるよ、切っちゃったか分かんないけど、あ、違う、これ果汁の話だ、果汁の話だ、果汁ですよね、これ果汁ですよね、お酒は深すぎるぜすげえな、超美味しい、お子様からご老人まで全員飲んでいただけるというか、うん、美味しいです、もうお酒飲みたい、まだまだ
そうなんですよ、まだあります。これちょっと注目の瓶があるんじゃないですか。そうなんですよ、皆さんお待たせしました。三木の御事の参加酒造金亀の株式会社岡村本家様から金亀ミコラベル酒をご協賛いただきました。ありがとうございます。出ました。ありがとうございます。金亀さん、ありがとうございます。岡村本家様のオンラインショップにて発売開始されました。うん、中のお酒はですね、素朴な米の味がしっかりと出た心地よいお酒、長寿金亀白80 720ml で、税込み1430円となります。ぜひお買い求めください。いや、やってくれたね岡村さん。やるでやるとは聞いてましたけど、いや本当にこれ赤いの、うん、瓶の色なんですよね。いやだろうよね、瓶の。おお、酒が赤いって誰も言ってねえぞ。うん、ちょっとなんか自分だけ先行ってしまいました。はい、かります。私金亀ファンなところもありますんで言わせてもらいますと、これはもう金亀さんの中でもなんつパンチ力はもう本当にね、こう底知れぬところをグッと押さえた感じの、そんな赤ボトルほどもう人を選ぶっていうのはないね、これは。これみんな美味しいよ。みんな美味しい。うん、なんだろう、うまみとやっぱりね、全く同じことをしないっていうかっこよさがね金亀にありますんで、ね、確実に違うけど、なんね、表現難しいよね。飲んでほしいね、これね。難しい。でそんな表現が難しいって言ってるクズト式のおチョコ、金亀さんなんです。イエーイ、金亀おチョコでございます。さん、さあ、そしてこちらも紹介したいですよ。見てください、前回二次会で決めましたけれどもね、魚に生ハムのような食べる削り節、実際にスタジオに用意していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。おいしいのよ。ツイッターでも一緒に食べてるっていう風に言ってくれてるのがピカリンかな。ありがとう、ありがとう。これ美味しいの。ありがとうございます。あれこれですよね。あれ本当美味しいんすよ。じゃあちょっと二人には楽しく食べてもらいまして、はい、俺喋んなくちゃいけないの口に。ここでね、今夜は、はい、重大な発表があるんです皆さん。の現在松の家のメンバーがオンライン松屋の出演権をかけて、個人配信の視聴数で争っているわけですけれども、はい、2人も頑張ってるよね。はい、頑張ってます。めっちゃ言ってます。視聴数上位が6月のオンライン松屋のお手伝い券、ゲスト出演を皆さんの力によってね、はい、数によってゲットできるわけですけれども、はい、その集計期間変更することになりました。お、あら。本来昨日13日までだった締め切りを5月いっぱいまで延長しまして、はい、上位2名が6月11日のオンライン松屋に出演できることになります。あら、おお、やった。まだ全然半月ぐらいありますよって話です。こっからまだ上位2名がね、1位と2位が、はい、でさらに1位の子には6月25日のオンライン松屋の出演者選択権もプレゼントしちゃう。選択権、この人がこの人を出したい。6月25日に出る人はあなたです。お、社長みたい。すごいでしょ。こんな機会ないでしょ。あれ、え、食うならちなみに誰にする。そうですね、でもやっぱりカクテルやってるシゲかな。あ、シゲいいね。で自分にしないんだ。あ、自分、あ、いや、それはまあ自分ですよね。それはもう自分ですよ。ちなみに自分を選んだ場合は人は選べません。でも自分を選ぶことは OK です。はい、ガッチャ、あなたのどうします。あ、ちょっと、ちなみに6月11日は自分は出演できます。1位取ってるからね。1位2位で出ますから。あ、その次の回に出る人を指名できる。そこまで上げちゃう、1位には。そしたら、はい、自分出ます。ってことはガッチャンは2週連続出るってことになる。はい、2週連続出ます。はい、おー、なありがとうございます。このようにですね、とても1位の人にはメリットがあるというか、だいぶね、だいぶレギュラー化できる。そして6月25日のオンライン松屋なんですけれども、それはそれで別の楽しい企画も用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。楽しみ。そしてまだね、半月締め切りまでありますんで、うん、今現在のね、はい、ランキングも発表したいと思いますよ。5月28日の出演メンバーはまだ出演してない青担当の生井沢くん、これ決定です、はい、みんなやっぱり出なくてはいないから、はい、で生井沢くんともう一人出るのは誰なのかを含めて、はい、今現在のランキングを、でるるるでるるるで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 るる。これ知らない人もいっぱいいると思うんですけれども、どうしたらいいんだろう。あ、何位とかにしたらいいのか。何位って難しいな。上からいくか。上から、はい、1位ゾエ。おお、さすが強い。赤ゾエ。2位が平畑。おお、そして次がシュウくんかな。そうだ、シュウくん。その次が
ガッチャン、おら、その次が生井沢、その次がクー、お、クー君で、コン前田、違う、なんか分かんない、そんな感じ、そんな感じそんな感じらしいです。そうですか。こんな感じで。これ大変でしょ。あら、いやあ。でね、こうしただったな、結構みんな競ってるところは競ってるので、あ、この後の形でいろいろと変わっていくよ。まだ期間が伸びましたんで。まだいける、まだいける。このランキングを踏まえて次回のあの生井沢くんとのが誰が出てくるのかっていうのも次回のこのね配信で皆さんに分かるところになるんで、そこも含めて楽しんでいただきたい。そして今日の配信中もそうだし、次回までの間もどんどんね、あの視聴者数が伸びてったり変わっていけば、はい、出る人が変わってくるってこと。うわ、見てもらいます。どうですか、見てください。あまりにもなんかリアルタイムで楽しすぎてちょっと絶句しちゃったでしょ。いや、もうリアルすぎましたねモチベーション一言、この2週間挽回します、うん、いいね。はい、ガチャ、このペースを守りつつちょっと新たな試みをちょっとぶっ込んでいこうと思います。よろしくお願いします。食い込んでたしね、はい、さあ皆さんのアクセス数で変わりますよ。ぜひですね楽しく参加していただきたいと思います、それではここでみここみの方に参りましょう、はい、前回第4話、先週更新された、創世編の第4話をね今回見ていただきたいと思いますよ。ではクーのナレーションからお願いしようかな。はい、みここみ創世編第4話、うん、松宵庵開店です。どうぞ。日本酒をもっと広めるべく、松尾は弥生町の片隅に料理とともに日本酒を楽しめる店を開いた。たくさんの神様あやかしが集まり、日々盛況となった。店を始めてしばらく経ち、松尾には気になることがあった。それは自分一人になった時に店をひどく広く感じることだった。なんだろう、ちょっと寂しくなっちゃった。なんだろう、だからこそもっとってことかな。松尾様がシュンとしてましたね。寂しいな、俺がいるよ。松尾様、じゃあどんどんいっちゃおうか。続いて第5話、ガッちゃんのナレーションで、はい、いいかな、お願いします。ドキドキ取り戻してみここみ創世編第5話、一人だから、お願いします。ある日、松尾は大あやかしと飲みながら自分の心境を打ち明けた。大あやかしと話すうちに、自分は仲間が欲しかったのだと気づいた松尾。それから松尾は仲間を探すために大あやかしの元を訪れなくなる。そんな松尾に大あやかしが起こるのはまた別のお話。おー、はい、あ、松尾様なんか大きいかな、サイズの話。でも松野様ちっちゃいので。あ、でもいろんな発見があるよね。はい、見込みの方は今までのものもですね公式ツイッターなどで確認できますので、うんうん、バックナンバーの方もそちらの方も楽しんで、はい、ね、サイズ感とかも確かめていただきたいと思います。あ、探ししないでよ。では続いてのコーナー行きましょう。マサヤが気になる、イエーイ、よいしょ。このコーナーでは、ゲストでね来ていただいてます、はい、松屋の2人から、はい、個人配信で人気のエピソードとかね、やってる企画を紹介してもらってますよ。今回はこちら、ドセーン、出た、はい、出た、日本酒は白、グラスはパレット、酒に合うし、おい、なんかいいね、はい、ちょっともうもはや説明してもらっていいですか。しちゃっていいですか。こっちは日本酒は白は誰。あ、僕です。これはどんな、こちらですね、日本酒ってさまざまな温度帯で飲めたり、辛口甘口っていうそのいろいろな味があったりして、それ単体でも、楽しめるじゃないですか。おいいね。その日本酒なんです、その日本酒を楽しめるんだけども、別のお酒で割って飲んでも美味しく飲めちゃうよということを実践していってます。いいね、温度帯は考えたことなかった。何度とかね、冷酒もあるし、火やね、常温もあるしね。はい、じゃあこれガッちゃんってことか。ガッちゃん、これは何、はい、塩もね。塩はね、塩はもう日本全国日本酒飲み慣れたっていう人は塩で飲む通の話っていう風になってくるんですけども、まえちゃんも言ってたのよ、塩もいろんな種類があるので。塩屋さんってあるもんね。はい、そうなんですよ。なので日本酒もいろんな種類があるし、塩もいろんな種類がある。だったらその組み合わせはどうなんだっていうのを研究しているのがこの塩はどれなんです。二人ともいいよ、ミキミコにぴったりだよ。今回ちょっとでもガッちゃんでいこう。ありがとうございます。いっぱいあるってことでしょ。
あります、いっぱいあります、うん、じゃあちょっとガッチャンで教えてください。はい、僕おすすめの4つ準備させていただきました。多いね。はい、前にね、準備させて。あ、本当だ、たくさんあるんだ。まずこちらが文字用ですね。文字よ、はい、知ってる、もじもじくんのね、もじょーなんて。ちょっと違います。すいません、違います。こちらが、焼き塩ですね。何度か、舐めさせていただいて、焼き塩が僕基本的にオーソドックスで美味しいという感じでした。2番かな。そしてこちらが、ウニの万能調味塩です、ね、そうでしょう、ね、ウニなのでこれもまた美味しいかな。そして最後こちらがトリュフ塩。あー、知ってる、トリュフ。おしゃれなとこで食べたことある、1回だけ。めっちゃうまいよね。あの昔あの菊屋さんでこれも出てたらしくて、ちょっとさ、ガッちゃん時間ないからさ、もう絶対これとこれの取り合わせは絶対みたいなのだけ教えてよ。はい、僕がこの間飲ませていただいたのがデワサクラスパークリング、おこれと文字用は美味しかったですね。スパークリングと、文字用ですね。おしゃれ、はい、なんかおしゃれ。このでもそれトリュフじゃなくて文字用の方なの。文字用なんですよね。じゃあ今日さ、せっかくこの4種類を出してもらったので、はい、あの今日の今日のクジャク、白クジャクとかさ、はい、金亀ミギムトラベルとかに合うのは教えてもらっていい？じゃあ、いやちょっと、あの白クジャクの方は、はい、一回試したことがあってですね。あ、そうなんだ、はい、白クジャクは、この焼き塩、超楽しみ。焼き塩で飲むのが、ごめんなんかね、俺らねちゃんと感染対策でね、もう白い皿で来ちゃってるかわかんない。何番なの対策がね、さすがね。2番かな、 QR はしっかりしてんだよね。そうですね、2番、2番かな、2番かな、マジか、ちょっと食うも早くやろうぜ。2番焼き塩ですね。2番です、食うやろうぜ、やりましょう。どうぞ、それ2番ね。多分興味があると思うので、ぜひぜひ楽しんでいただければと思うんですが、どうでしょうかね。いやいや普通にうめえよ。2番本当に焼き塩。焼き塩なんです、ただの石を焼いただけの焼き塩なんですよね。ちょっと逆らって違うのにしてみてもいい？はいはい。1番なんだっけ。1番が、文字塩です。これは結構旨味成分があると思うので、うまくどう、いいですか。いいですか。どうどうでしょう、いかがでしょうか。うま、焼き塩最高です。でもちょっと文字をやってみて。文字を、文字を何番だ。文字を1番。1番。文字をじゃね。文字をすか。あれ、ちょっとガッちゃんも文字をやってみて。も文字を、1番文字をですね。空洞。あ、文字をですね、これ。これ文字をでしたわ。文字をじゃね、ガッちゃん。もうそのなんか権力に下ったみたいな。いや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 、もう下に従ったまでよ。そうなの、うん、旨味がもう跳ね上がるよ、メーターが。全然違う。旨味で言ったらウニどうですか。ちょっとやってみよう。ウニ、ウニかなり来ると思うんですけど、旨味で言ったら3番。うわ、これ塩だけども超うまい。ウニうま、でもうますぎる、うますぎる。逆にうますぎるのか。ウニ塩買っちゃう。いやでもこの世界素晴らしいね。俺いい企画だと思う。面白いんですよ、うん、これやってると。ちょっとさ、クーの、 あの温度帯の話もとても、はい、お酒好きとはもう絶対に知りたいなって話なので、はい、じゃあ二次会で、はい、クーのちょっとおすすめの方はバッチリと、はい、味わわせていただきたいと思います、はい、ということで以上、まさやが気になるのコーナーでした。はい、ありがとうございます。さあ、ここでミキノミコト関連のお知らせです。はい、まずはミキノミコトのオリジナルタンブラーが好評発売中です。聖地のミコの桃バージョンと神様&あやかしのウグイスバージョンの2種類となります。ミキノミコトタンブラーで検索してみてください。続いて、推しで推しが飲めるミキノミコトキャラクター彫刻ステンレスおちょこ、先日追加された第4弾を加えた全38種発売中です。1個税込み1430円で楽天市場 BB ブラスト様のページにて発売中です。楽天ミキノミコトで検索してみてください。はい、そしてミキノミコトミコラベル酒続々発売中です。今回新たに金亀ミコラベル酒が岡村本家様のオンラインショップにて発売開始されました。中に入っているお酒は素朴な米の味がしっかりと出た心地よいお酒、長寿金亀白80となります。 720ml で税込み1430円です。ぜひお買い求めください。
その他の商品の詳細はですね、公式ホームページ、ツイッターなどをご覧いただき、ぜひ蔵元のホームページなどからご購入ください。続いて、みきのみことテーマソング CD 人とせよいの縁が全国の CD 取扱店オンラインショップにて好評発売中。ぜひお買い求めください。さらに LINE クリエイターズスタンプ第1弾と第2弾発売中です。みきのみことで検索してみてください。そしてそして、みきのみことリバティエイジコラボパーカーですが、現在桜政宗のパーカーが、受注発受付中です。期間は5月17日まで。受注ページには桜政宗役の野島健二さんが着用モデルを務めた写真もたくさんご紹介してますので、ぜひチェックしてみてくださいね。今日2人とも来てるもんね。来てます、はい、こちら来てます。いいじゃないですか。似合ってるじゃないですか。そしてね、YouTube の方のコメントではね、幸恵さんかな、ゆきえさんかな、金亀さん買ったよってくれてるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。チェックしていただきたいと思いますよ。はい、ということで以上、みきのみこと関連の最新情報をお届けしました。さあ、松風雅也と松田のオンライン松代やん、あっという間にエンディングのお時間でございます。早い。どうでしたか。早い。いや、早すご馬って感じでしたもん。あ、そうだね。早すご馬、ね。はい、来週のこの時間、本日のリピート放送、次回の放送は5月28日にやりますので、ぜひ皆さん準備して一緒に楽しみましょうね。大丈夫かしら。はい、そして改めて言いますけれど、集計期間が5月いっぱいまで伸びました。はい、皆さんのアクセス視聴数によって、はい、ね、変わってきますから。変わりますから、僕押してください。甘笠押してください。いやこっちこっちこっち、はい、こっち。甘笠です。関西弁の方がいいよ。今結構競ってるところが多いんだって。競ってるところが多いので、ちょっと次回生井沢くんは決定なんだけれども、はい、次回の新しい新緑の配信の方ではちょっとそこも含めたところでのゲストブッキングといいますか、スタジオご招待をしたいと思いますので、もしかしたら2回連続じゃん。ガッチャンとか、イエーやった。なる確率が、可能性も、可能性が。ぶっちゃけ本当ゼロじゃないっす。おぜひやって、今日のガッチャンの使用企画もまたこの続き見たいという方はぜひね、個人配信見てほしいし、はい、もうこの後の理事会でクーのね、はい、新しい、ま、どんな風に楽しんでるのかっていうのも楽しんでいただきたいと思いますよ。はい、番組ではね、メッセージメールアドレス、みきみこ @joqr.net でお待ちしてますよ。ぜひですね、生放送中に、ハッシュタグみきみこでも動いてます。 YouTube の方のコメントの方もね、動いてますけど、そちらも含めてすごいでしょ。もう全部の方向でみんなとつながって楽しみたいなと思っていますよ。はい、さあ、ということで今日の感想と、はい、今後の配信への意気込みを最後にじゃあ、はい、もらいたいと思います。思っていたよりも、本当にさっきも言ったんですけど、早すご馬っていう感じで、いやでも、その今再生数で、視聴数で、また出れるっていうね、出演権をかけて頑張っているので、うん、もうぜひぜひこの関西弁とね、出なかったな、最後ちょっと関西弁でメッセージしたい。みんな俺の配信来てや。あ、なんか好きになっちゃったあれめっちゃ嬉しい。方言に弱いのよめっちゃ嬉しい。いいな、嬉しい。もう大丈夫？いいよ。はい、頑張ります。はい、はい、ガッチャお願いします。はい、じゃあ僕は岩手出身なので、岩手弁というか東北弁で、レバー、俺の方の配信もみんな来てくれよな。月曜から金曜日30分やってっから、ぜひぜひ昼の12時からやってっから来て、面白いからおいでおいで。レバー違う方向で好きになっちゃったということで、2次会もあるから、そちらもご覧いただいてくださいね。お相手は沢野役の松風雅也と、松野弥生うぐいす色担当クーことクズ俊樹と、はい、松野弥生の栗色担当ダンディ小金天ヶ瀬カズマ遠近両用でした。バイバーイ。バイバイ。最後まで言うた。あなたを待つ酔いにしてときめく影愛注いで
ガッちゃん、はい、やっぱり文字用だぜ。文字用っすか。ウニ。いや文字用やて。の松川正也と松野弥生のオンライン松川弥生2次会バイミキナメグマ。いやいや怒涛の生放送でしたね。いやあの最初はやっぱこう2週あの2回第1回第2回と、うん、視聴者側でこう見ていたんですけど、見てた？見てました。コメントなかったあのあの1回目はコメントするためにあの自分だって分かりやすくするためにちょっとあのアイコンとかを変えようと思ってて、それにすごい時間がかかっちゃったの。偉いね。はい、チアーニャー、チアーニャーが松川さんがクーって呼んでくれるのが可愛いし嬉しいだ。ティアニャは、ね、いつもクーって言ってんだろうね。もういっぱい言ってくれます。もうそして可愛らしい写真が来ました。高添達也、二次会だっつってね。なぜか二次会まで黙ってるってこれどういうことなんだ。あれ邪魔しないあ番組盛り上げないようにしようとしたんじゃないの。こそくな。ゾエゾエはランキング1位でしたからね。ズルだ。いや違うよかっちゃん、ゾエゾエが1位、このまま1位だとするじゃん仮にね、はい、1位だとして1位で出るじゃん、はい、6112そしたら指名権持ってんだぜ。あ僕この前あの高添達也に前掛けプレゼントしたんで多分指名されます。なんで物を送ったいい二次会のテンションになってまいりました。金亀のあなん もうほらちょっとさっきよりかはあの時間的余裕があるので、なんか言い逃したこととか大丈夫ですか。言い逃したこと、うん、みんなほら待っててくれてるからさ。あ YouTube の方もコメントもすごいですよ。あのこのうんこの生ハムのような削り節、うんうんうん、触れようこれあのさっき今さっきガッちゃんって言ってたんですけど、そうそうそう、うん、これ自体を日本酒につけてやればあの出汁が取れて美味しくなるんじゃないかっていう。おびっくりした、やってねえのか。あなんですよっていう。いや斬新だね。いやそういう時代かもしれない。別に成功してなくていいんだよね、はい、どうなるかと言っていけばいいよね。思ったことそういうことだよね。実験も実験も楽しいので。そうだ、醍醐味なので。あれでもさ、煮物とかってお酒入れるでしょ。俺あんまお料理得意じゃないけど。ああ、そっか、鰹節ってあれか、お味噌汁とかな。お味噌汁に日本酒は入れないんだ。でもそれなんか鰹節と日本酒とって混ざるね、うん、炙るお料理だったらね、いけそうな。だし割りありますから。しかもめっちゃ美味しいわけでしょ。美味しいです、ね、はい。だし割りって禁断のお酒の話。禁断のお酒ですね。ガッちゃんそんなに飲めるんだ。飲みますね。あでこの今飲んでいるこの白クジャク、うん、これあの水ちょっとだけ入れても美味しいんですよ。マニアックなこと言うね。水割りめちゃくちゃ美味しい。割りなぜなんでしょう。あのアルコール臭とかが苦手な人とかいるんで、はい、そういう方向けにちょっとなるんですよね、うん、あのさっぱり してる感じにこうシフトしていく。なるほどね。入れるのも 1,2 割ぐらいでいい。でもさ僕らはさ酒造様と本当に近い距離でさ実際の銘柄をねもう何台もついてる銘柄、俺で言ったら沢の井もさ主張させていただいてるじゃん、はい、なかなか水入れるって言えないよね。放送ではね意外と。いやでもさ、でも酒蔵の皆さんと会うと自由なのよ。そうすげえ楽しかった、忘れられない日に一緒に近くにいました、このボトルがって言うとさもうねお酒って酔うじゃない。いやいいと思う俺その概念。あとアルコール醸造早くするためにアルコール添加、はい、アルコールを醸造アルコールを添加することが別に度数上げたいじゃなくって、そのねあの発酵を促すとかっていう意味もあったりしての添加もあるから、そこの味の調整とかね、美味しい。意外にガッちゃんはすごいいいこと言ってる可能性が。コンルリーに日本酒入れてもいいんじゃないかなって。逆にこれ、はい、あ絶対あるでしょ。ノンアルコールの甘酒なんでアルコールが欲しいなっていう時は。なんか悪い飲み屋の店長にこれにアルコール入れるかもう全然ありでしょ。もう入れていただければもうね酔っていただけるのでね、皆さんに。お前の店流行るなマスター。でも今日2人とも本当プレゼン超良かったよ。ありがとうございます。さあ右向こうって感じがして、じゃあさちょっと食うのさ、はい、ネタ早速あの二次会でやっていただいてもいいですか。はい、任せておいてください。ではいいね、タイトルでしたけど、日本酒は白、はい、グラスはパレット、日本酒は白、グラスはパレットっていう、そういう意味か。そういうことです。ここが元だから
ここで作っていけるってことか。今週っていうものはいろんな色に変わるよっていうことが、大阪の人ってこんなおしゃれなのマジで。センス。そうでしょ。どういうこと。かまへんでなんかいろいろ言ってもらって。もっとガツガツしてるイメージあった。おしゃれじゃん。怖いわ。教えてください。おしゃれなこともできる。教えてよ。はい。ちょっと今実際に作ってきます。うん。特にお願いします。はい。じゃあちょっとその時間がをいただきまして、今日さ、これもね、生ハムのような鰹節、食べる削り節、こちらの方もね、皆さんからのメッセージで、はい、今日ね美味しくいただいてますけれども、今回もねあるんですよ、紹介したいと思いますよ、はい。こちらはですね、式ネームでサチさん、はい、ありがとうございます。マスカリマさん、皆さんこんばんは。生配信で食べてほしいお取り寄せおつまみなんですけれども、個人的にはビーフジャーキーが好きで、食べ比べたりもするぐらい好きなんです。中でも喜八郎さんというところで作られている特選飛騨牛ジャーキー、飛騨牛、これはもう美味しいので食べてほしいと。絶対美味しいやつじゃないですか。絶対美味しいやつじゃん間違いないっすね。でビーフジャーキーと、まあこれ絶対美味しいけどさ、ビーフジャーキーと日本酒どう思います、ガッちゃん。あー、やっぱりお肉の甘みで日本酒引き立ちますよね、絶対。辛口系か。あ、間違いないですね。ね、でしかもさ、日本のさ、飛騨牛のとかさ言っちゃったりし始めたら絶対美味しいじゃん。なんかジャーキーにするにはもったいなくないですかって言いたくなりますけど、それは絶対美味しいんですよ ね。そして、ね、あとね2つもね、ちょっと東北系嬉しいよ。式ネームかおりに、ありがとうございます。ありがとうございます。私が好きなおつまみは宮城県松島の松釜、笹釜のお店らしい。松釜、はい、松釜のムーというお豆腐かまぼこです。お豆腐、ピッとふわっと程よい甘みと塩味が日本酒とよく合う。塩を食べて、絶対美味しい。知ってるこれ、ガッチャ。いや、笹釜は有名なんですけど、うん、そこは知らないですね。笹釜もさ、美味しいよね。美味しいですよ。だからみんな知ってんだよね。わさび醤油食べればもう美味しいですよ。ね、びっくりするよね。もうそれだけで美味しいってなっちゃいますね。東日本大震災で被害を受けたところもね、はい、笹釜もね、有名な名産のところも多いんで、そう、食べて応援したいよね。応援したいですね。さらに金見さんいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。もお取り寄せしていただきたいお酒のあて募集とのことですが、我が地元秋田県が誇る秋田最高のおつまみである、はい、ヒントここまで何だと思いますか。秋田、きりたんぽじゃないですか。惜しい。あれちゃ、あれじゃない。秋田なんすか。何でも、食事にも当てれるし酒にも当てれる。食事にも酒でも何でもいい。野菜ボリボリポリポリ、奥歯でボリボリ、奥歯でボリボリ、ごぼう、いぶりがっこです。いぶりがっこ出ない出ない出なかったでもあまりにも王様すぎるよね。でもいぶりがっこ本当に美味しいですかね。あとさ、いぶりがっこをちゃんと俺食べたことないかもしれない。ないんですか。あ、いや、あるけど、はいはい、いぶりがっこだってさ、そう、博多の明太子とかと一緒よね。あ、九州の人ってさ、明太子のメーカーとか全部お気に入りちゃんと言えるんだって。あ、はいはい、うん、福岡の人とかって、はい、メーカーを、それと一緒でさ、いぶりがっこって俺ら一緒に一緒くたにしちゃってるけどさ、はいはい、絶対あるはずじゃん。あります。燻製強めとかさ。あ、ぜひ本場のいぶりがっこを味わいつつお酒を楽しんでみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。これやりたいね。秋田のお酒。お帰り。お帰り。めっちゃ息切れてる。さあ、どうですか。じゃあちょっと教えてよ。何をしてくれたの？はい。今回ですね。はい。白クジャクを、うんうん、生ビールとハイボールで割ってみました。そうでしょう。はい。そんな冒険心の。いや、でも本当に正直冒険する心を持ちつつ飲むのが結構重要だなっていう風に自分でも思ってます。あと今回なんか空のこだわりで温度帯がみたいなことを。そうなんですよね。例えば冷え冷えでいくってことこれ。今回はですね、ビールとハイボール使わせていただいたので、うん、やっぱり冷えてる方がいいかなっていうので、うん、はい、冷えてるもので、冷えてる温度帯で、うん、いやということで、やらせていただいております。これ白クジャク使ったんでしょ。白クジャクです。ちょっとじゃあ色これ濃い方がどっちってこと。濃い方が、うん、ビールですね。あ、そうなんだ。濃い方がビールなんだ。不思議。あ、すいませんね、ちょっと長い色気のないね、色気のない。いつもはなんか素敵なお茶子でとかさ、俺らオリジナルお茶子作ったりすんだよいいよね、クラシックで。いや、なんか水割りどころの話じゃないじゃないの。そうなんですよ、もう本当に。でもどっちか飲んだ方がいい。ビールからいきましょう。ビールからよーす。じゃあみんな、せーの、乾杯。乾杯楽しみ。どういう、わお、あ、
なんだこれ、すごくないですか。知ってるのに初めまして知ってる人なのに両サイドに来る違うな、センターとなんかサイドに来る、すごいこれ。え、まあ、自分で作ったけど、ばっちゃんほらばっちゃん配信数をかけてちゃんといいコメントしなさいよ。そうですね、だってこれ空は知ってるわけだからさ。うわこれ面白い、はい、めちゃくちゃ美味しい。ですね、ビールと日本酒掛け合わせて、あの全く新しいお酒が生まれたっていう印象ですね。ビールでもない日本酒でもない第三の味っていう感じ、甘みが強い、似てるのないわ。そうなんですよ、びっくりですねこれ。そう、後味がまあこれ白クジャクがすごい爽やかだけど、超うまみある美味しさのある酒だからあんのかな。苦味とビールの苦味といい感じのところ、ね、ファーストはね、後半に白クジャクってくるよ。ビ白クジャク俺これ俺よくない俺ならではじゃないこの表現あんまり普通の人しないでしょ合ってるよね、クー、ね、合ってます、合ってます。クーやってみ俺のビ白クジャク、ちょっとなんか白クジャクの強さが感じられねえな。もう一回お願いしますビ白クジャク、はい、俺の思ったのそれ。ああよかった。レンチーも飲みましょう。臨機応変。あ次これハイボールです。はい。ハイボールのやつはガチャにやってもらうから。どういうのが来るか。うわ香りが、香りはここの瞬間でハイボール来るけども、味は全くハイボールじゃない。ハイボールもなんならウイスキーを炭酸水で割ってるんで、さらにそれで。日本酒を割ってる。ウイスキーがさハードルが高すぎたんだって、まあ、日本酒もそういうとこあると思うんだけど、そしたらハイボールってものを提案したら売れすぎちゃったでしょ。売れすぎちゃってもう有名な銘柄がねもう生産中止になるぐらい売れすぎちゃったっていう、不思議なもんだよね飲み方って ね。だからこれももうむちゃくちゃ跳ねる可能性が。商品化、商品化じゃあ特許取りに。あれなんだって、調理方法に特許ってないの。あそうなんですか。調理器具とかなんかあれだけど、その隠し味みたいなのに特許がないって聞いたことある。だから多分取れないと思うな。残念。ああ、じゃあ商品名を考えればそれは商品化するのは商標登録から。でもハイボールの方難しい。あとさ、こんな普通に食うと商標登録の話をするぐらい全然違和感なく、ね、確かに今すごいナチュラルに言いましたけど、はい、普通に飲めちゃう。美味しい。ガッちゃんこれちょっと音声化してもらっていいですか。声優ならでは、声優ならでは、はい、ハイボールと白クジャク掛け合わせるとハイ白クジャクっていうお味です。ありがとうございました。お後がどうした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 、えどうしたどうした、えなんで、えすごく良かったでしょ、なんでシーンとしてるの。どうしたの、笑っていいんだよ、笑顔でいいんだよ。あっちゃんはさ、どうしてそんなに人気があるの。そんなに人気。そうですね、まあ人となりですかね。大切だよね。でも最近なんか不名誉なことに、あのゾエさんとキャラが被ってるって最近配信で言われ始めて。不名誉不名誉って言っちゃった。だからゾエは今もしかしたら1位になるかもしれない。ああ大丈夫です。あの名誉なんて言っちゃダメだよ。前掛けプレゼントしたんで。すごい名誉ある。押してくれます。あすごい、日本酒次第で変わるお酒割り、違和感なく飲めるのはすごい。そうなのよ、バッカスが言ってくれてるけど、バッカス本当にそうなの。チーアナは白クジャクって言ってくれてるよ。あよし、にも言ってくれてる、結構みんな言ってくれてる。イエス、流行るんじゃねこれ。白クジャク白クジャク、今日もね提供いただいてますけれどもね、もしも白クジャク の CM があるときはね、もうぜひぜひオーディションですごい、ありがとうございます、一番いい白クジャク。あれ争う白クジャク何回でも言いますんで、はい、何回でも言いますんで。いやでもマジで2人いいわ今回の企画は、今までで一番いいんじゃない。ありがとうございま す。なんだろう、根底的にお酒を好きでお酒を楽しもうとか、なんかお酒愛を感じるね。お酒ももちろん日本酒も好きなんですけど、いろんなお酒も好きなのもあって、これやってみようかなっていうのをパッと思いついて、とりあえずやってみようっていう。え、クーは普段はすごい飲む。すごいは飲まないんですけど、でもいろんなやつをこう結構飲んじゃったりします。ガッちゃんはもう強いで、あ僕ね、東北だもんね。僕昨日お休みだったんで、昼12時の配信から夜11時半までの配信の間ずっと飲んでました。昼から夜11時、はい、11時間飲めんの。あ、飲んでましたね。
11時間配信してんの？あ、配信はあの最初と最後だけなんですけど。最後よくできんなおい。それわかるけどさ、最初と真ん中ねならわかるけど、最初と最後配信できんの？水飲みながら塩舐めながらみたいな、あ、これ合うなとか思いながらダラダラっと。いやいや今最後に出ましたわ、ガッチャンのね人気の強さが。それは11時間の最後の30分とか痛いよね。昨日のアーカイブが残っていますので。なるほど。今ちょっとねやっぱりあのコロナのね影響でみんなで集まってねたくさん飲むっていうことがね、はい、すごく飲める人でもできづらいけれど ね、ぜひあの本当に、まあ、飲食店も超大変だけど、そこに出荷してるあの蔵元さんも本当に大変じゃない、ね、だからもうできることから、もう一人ですごくねもう600リッター樽飲みますってのはできないけど、一人一人がね1本買ったらねすごい数になるのがね日本の力だからね、はい、ちょっとまあガッチャンまではいかないにしても、俺もね6時間ぐらい飲めないんだったら飲まない方がいいと思うタイプ。おじゃあよくあるね2時間とかで飲み会お開きだよ。2時間だったら本当飲まない方がいい。不完全燃焼ですね。お茶飲んでたい。あ、ガリウロン茶の方が多分あげれる。あ、完全燃焼2時間的なねのもね、まあまあ人にもよるんだろうけど、でもほら毎日ちょっとずつ飲める人も結局すごい量になるわけですよ。いろんなところでちょっとねみんなでこの今みんな大変なところを乗り切れたらっていう風に ね、はい、ね思いますね。では、このね二次会の方もあっという間にもう何だったら時間過ぎてんのよ。何秒かずつプレゼントするから、じゃ あのここまで見ていただいたファンの皆様に、はい、今後の視聴者数と、はい、この後会えるかもしれないのをかけてメッセージを最後にお願いします。はいはい、どうも改めまして松野家ウグイジロ担当クーことクスト式です。今回試させていただいた、ビールとハイボールで、日本酒を割ってみました。でも他にもいろいろレモンサワーだったりとか、ワインだったりとか梅酒だったりとか、そういうものもいろいろ試していこうと思っていますので、ぜひ気になる方俺の配信来てやお待ちしてます。好きになっちゃった。はい、ガチャン。はい、ミキノミコと松野由依のクリーロ担当は天瀬和馬です。最初のね、挨拶などは空軍から、取りましたし、このビールと日本酒を合わせる、これもちょっと後でもらおうかなと、ちょっともらおうかなと思ってます。なのでね、みんな僕の配信来てね、いろんなのやってるなって楽しんでいただければと思います。ではまたオラホの配信来てくれな。でばー、よし最後みんなで乾杯しましょう。見てるみんなも行くよ、せーの、乾杯。来てくださいね。ということでお相手は沢野役の松風雅也と、松野弥生ウグイスイロ担当クーことクスト式と、クリーロ担当天瀬和馬でした。バイバーイ。バイバーイ。またまた。ありがとうね。決めくる